はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はね、9月の25日水曜日でございます。今日はね、3連休が終わった東京ディズニーシーをですね、一周ぐるっとね回っていきたいと思います。ジョマジの予想ではね、もうかなり空いてる予想となっておりますので、多分ね今日もね空いてるんじゃないかなと思います。まあ大体ね、3連休のね後ってねめっちゃ空くんですよね。ということで、まあでもただね、3連休がね台風がすごかったので、まあちょっとは混んでるとは思うんですけれども、まあジョマジの予想通りではあると思います。まあそこまで変わらないと思います。はい、ということで早速ですね、東京ディズニーシー一周回りましょう。ちなみにね、今16時ぐらいですね。ミスティークが終わった直後ぐらいでございます。なので、まあ、メディテレーニアンハーバーのあたりはね、少し混んでるようには見えますけれども、まあアトラクションとかはね結構空いてると思いますので、それではね行きましょうか。一周、まあね、ミスティークが終わったのですごい人です。ではいろいろねアトラクション見ていきたいと思います。そこまでは混んでないと思うんですけどね。ミスティークは混むのは、まあ、当たり前なんですが、アトラクはそうでもないと思います。ソアリンです。ソアリン今日はね結構空いてましたね。お昼の2時ぐらいに乗って調べたら120分待ちでした。まあ、今ちょっとねミスティークが終わって若干混みましたが、それでも130分待ちですね。だいぶ空きましたよね。列もねそこまで長くないんですよ。橋のね本当にもう先端ぐらいですかね、始まりぐらいのところでもう U ターンしてますので、まあ、ちょうどミスティークが終わった5時10分ぐらいです。今から一周回っていきたいと思います。それにしても最近なんか日が落ちるの早くなりましたね。もう5時でこんなに暗いですもんね。めっちゃ暗いなと思います最近。もう仕事終わって帰ってきたらまだ今まではね明るかったんですけど、もう今ね真っ暗ですからね。抽選外れたのでアソーテッドスイーツ買いました。こちらのねレポートに関してはまた今度動画投稿したいと思います。お楽しみに待っててください。最近のねハロウィンの装飾見るとですね、まあ、今年のはまあまあ、まあ、お金かかってる感はあるんですけど、うん、でもね去年とかより比べるとどんどんね場所が減ってるんですよね。例えばねこのコロンブス像なんですけども、こいつもね昔はね仮面かぶってたんですけれども、そういうのもねどんどんねなくなってきましたよね。なのでまあねちょっと装飾もだいぶ減ってきたなっていう感じはします。まあ、経費削減なのはしょうがないと思うんですけどね。タワーオブテラーです。 TOT です。なんと衝撃の35分待ちです。35分だってこの時間で超空いとるやん今日。さすがジョマジさんのね予言通りですよ。今日はガラガラの予定です。はい、トイマニです。トイマニは100分待ちです。さすが安定ですね、100分超えるのはね。ソアリンとツートップですからね。まあでも100分ならねそこまでじゃないんじゃないでしょうか。普段だったら120とか140ぐらいいっちゃいますけどね、100分ですからまあ別に普通かなと思います。タワーオブテラーです。 TOT です。なんと衝撃の35分待ちです。35分だってこの時間で超空いとるやん今日。さすがジョマジさんのね予言通りですよ。今日はガラガラの予定です。いや間違いかなと思ってこっち来たらねやっぱ35分待ちですね。いやー空いとるね。まあ空いてる予想ではありましたけども、噴火してますね。この前ね動画投稿しましたが、一応噴火がねあと煙が復活しました。この前ねたまたま来た時がですね、なんか噴火の再開初日だったみたいで、めっちゃラッキーだなって感じなんですけどね。やっぱね煙出てるといいですよね。火山がね噴火してるのがやっぱ見れないとすごい寂しかったですが、これ見れるといいよね。だいぶね冬に近づいてきたので、かなりね夕焼けが綺麗ですね。
いや美しい東京ディズニーシーってね、こういう風景がいいからね、好きなんですよ。ケープコットにやってきました。ケープコットもめっちゃ空いてます。歩きやすいですね。いやまあ何せね、 TOT が35分待ちですからね。今日は超空いてますよね。ソアリンもね130分だったんでね、全然大したことないですし、でトイマニも100分ですから、もう普通の平日より空いてる方じゃないですかね。ポップコーンも超空いてます。誰も並んでません。さっきのねコロンブス像でも行ったんですけど、装飾がね本当に減りましたよね。今まではこのねケープコットもね、いろんなね装飾してあったじゃないですか。ここにねパンプキンがあったりね、いろいろあったんですけども、でそれすらなくなっちゃいましたからね。なんか本当寂しくなっちゃったなと思います。浮き輪マンです。浮き輪マン今日も結構混んでます。今ねハロウィンバージョンの浮き輪マンですので結構混んでますね。20分ぐらい並ぶかな。これは予想以上に混んでます。むしろアトラクションより混んでる気がします。多分シンドバッドより倍混んでんじゃないの。アクアトピアです。一応アクアトピアねまだねびしょ濡れコースやってます。でここら辺とか、あ今ねかかりました ね叫び声聞こえたでしょ。そう今ねまだねやってますので、ただねそろそろ終わりですよ。そろそろ終わっちゃいますのでね、今のうちに来てみてくださいね。ポートディスカバリーやってきました。でポートもね比較的空いてます。すごい歩きやすいです。シーライダー何分か見てみたいと思います。シーライダーです。なんと10分待ちです。めっちゃ空いてる。今日やばいですね、超ガラガラ。シーライダー10分だよ。今17時ですけど今日やばいね。いつもね空いてても20分待ちぐらいなんですけど、超空いてますね本当に。今日はマジで来た人ラッキーですね。はい、ではアクアトピア行ってみましょうか。多分アクアトピアの方が空いてると思います。いやこの辺も超空いてる。何分かな。あこっちも同じく10分待ちだそうですね。今ね片方しかやってないみたいです。びしょ濡れコースがね今止まったみたいですね、ちょうど。なので片方だけでも一応10分待ちということで、すごいですね、片方で10分だよ。今日は本当に空いててね、いい散歩日和って感じです。それにしてもね今年はね装飾がなさすぎですよね。今まではねロストリバーデルタもね、この骨骨ダンスとかいろいろやってましたよね。ミニパレードみたいなのがあったんですけれども、それに合わせてねもういろんなね装飾もあったんですが、もうねそういうのもやんなくなっちゃいましてですね、でとても今は殺風としてますね。ハロウィンでもやっぱりねロストリバーデルタっていう雰囲気にね合ってるのでね、ハロウィンはぜひやってほしいんですけれどもね、装飾ぐらいはね。インディの旧ラインです。結構インディは混んでるかもしれません。ちょっと待ち時間見てみましょうか。まあ、ジャーニーやってないですからね。55分ですね、インディ。まあまあでもね17時で55分ですからね、まあこの後はどんどん空いていくと思います。今ショーパレもやってないですし、あとは、まあ、ジャーニーもやってないですね。その分インディーとかに流れるとは思いますし、まあ、こんなもんでしょう。ターキーレッグです。あともうちょっとでねご飯時ということもあって、なかなか混んでるんじゃないでしょうか。3、40分並ぶかもしれないですね。あでもあそこだったら30分ぐらいかな。はい、ここでゴールです。ゲイジングスピリッツ60分待ちです。インディーより混んでましたね。まあ、今日はねジャーニーがやってない分こういうアトラクションにね並んでるんだと思います。まあ、でも道はね普通に空いてるんですけどね。でこの辺とか道めっちゃ空いてます。ガラガラです。フライングカーペット10分待ちです。いいですね。まだ5時半ぐらいですが10分ですよ、超ガラガラ。シンドバッドは安定の5分待ちです。今日はアラビアンコースト空いてます。アラビアンコースト結構空いてるように見えます。すごい歩きやすいです。で今日の、ね、夜ご飯はせっかくなので、カスバフードコートの、ね、ハロウィンメニューにしようかなと思います。後ほど別動画で投稿しますのでぜひご覧ください。いや空いてるな。
今日はねパークめっちゃ空いてます。ほら、うわー空いてる。ガラッガラ。今日はこちらです。スペシャルセットですね。ハロウィン限定メニューです。やっぱりねハロウィン限定メニューやってる場所はねめっちゃ混みます。普段カスは超空いてますけども今日は結構混んでますね。まあ、今ね18時ぐらいですので、でそろそろねいいご飯時って感じはしますので、で少し混み始めましたね。今日のご飯です。で詳しくは別動画でご覧ください。ではいただきます。すごい空いてます。マジックランプシアターとかこれ5分ぐらいじゃないですか。これ誰も並んでいないっていうね。ほら超空いてる。わあ、ファストパスがまだ残ってる。マジか。今ねカスバでご飯食べてたん で19時なんですけども、なんと15分待ちです。でしかもファストパス残ってる。すごいね、マジランでファストパス残るってあるんだね。19時なのにマジ。ポップコーンです。いつもはめっちゃ混んでますが今日はガラガラです。ちなみにここに隠れミッキーあります。で今度またご紹介したいと思います。はい、ということで本日はですね、9月の25日水曜日のですね東京ディズニーシー回ってきました。超空いてますよ。いやー素晴らしいですね。やっぱね3連休の後ってめっちゃ空いてるんですよ。ということで、今日もねジョマジの予想的中ということでね、これで終わりにしたいと思います。もしこの動画ですね面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。もしよろしければですね、あの9月の混雑予想とか、10月もねこの前投稿しましたので、ぜひ参考にしてみてください。9月は今のところね 100% だと思います。はい、ということでジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。